皆さんこんにちは。さくらラージュと申します。今日本では梅の季節だと思いますが、私は梅ではなくさくらです。本当の発音はさくらですが、皆さんのご承知の通り、日本人にとっては TH の発音が難しいので、昔からさくらと呼ばれています。さて、今日お話しさせていただきたいのは、私が武道で学んだことをどのように仕事の現場や生活の場で生かせているのかということです。私は五輪の書を書いた剣豪宮本武蔵に惚れ込んだため武道をやり始めました。ロンドンにある道場で少し剣道をやってから縁があって日本へ渡りました。そこで居合という武道に巡り合いました。皆さんはご存知かもしれませんが、居合は日本刀を扱う古武道で、技の最中に仮想敵を切ります。日本に住み始めてからすぐその居合道の道場に入門しました。そこをロンドンの道場と比較しますと、天と地ほどの差がありました。しかし今考えると、そこで経験したことが日本の社会での良い勉強になりました。最初に驚いたのは挨拶についての厳しさでした。ロンドンの道場で「はい」ぐらいと言えば、誰もびくともしませんでした。しかしもし日本の道場で「おはよう」とだけ言ったら大変なことになったでしょう。おそらく蹴っ飛ばされたと思います。日本の企業を含めて社会全体で挨拶はすごく重視されているということを道場で初めて身をもって知りました。もう一つうるさく言われたのは刀の扱い方でした。刀はもともと敵を切るための道具ですが、古来から武士の魂で心の拠り所にしてきた歴史があります。また刀鍛冶屋さんも霊気日本刀と言われるように、身を清めて神前にて刀を鍛えます。したがって例えば刀で物を切るということは、刀鍛冶屋さんに対しても刀自体に対しても大変失礼です。私は刀を大事にする気持ちは日常生活で使うものにも通じていると思います。物が安くても大事に扱うと長持ちしますし、愛着心が湧いてきます。その大事な刀で空気を切るということはどこが楽しいなのかと皆さんは疑問に思っているかもしれません。しかし居合道は敵がいないからこそ素晴らしいです。敵は己の心です。そして技を行う行為は自分の内面を見つめ直すチャンスを与えてくれます。そのため居合道は動く座禅だと言われています。私は曹洞宗の本格的な座禅を1年ぐらいやったことがあります。その時の先生が一息一息を大事にしなさいとよくおっしゃってました。同じように思える一息は実は貴重な一息です。居合の稽古も同じです。何十回も何百回も同じ技をやってても毎回が微妙に違います。かけがえのないものなのです。これはまさに一期一会の教えです。私はこの考え方が大好きで、ずっと仕事の場で応用してきました。例えば仕事で同じ作業を何回もやってるとなりすぎて、つい手落ちが起こる可能性が高くなります。しかしその時頭の片隅に一期一会という概念を置いておくと、いつも新鮮さを味わうことができます。まあこれは常に実践するのはいわゆる言うは易く行うは難しなのですが、何回も言いますが、居合道では敵が頭にしか存在していません。
運よくその敵は必ず負けてくれます。しかし相手を倒してからといっても油断は許されません。技の最後の最後の場まで死を確認する必要があります。この行為は斬新と言います。残すに心と書きます。非常に大事なところです。私はこの考え方も仕事で応用しています。仕事の何らかの仕事を終えた段階でミスがないようにもう一度入念にチェックを行います。処理に一度目を通すだけでかなり効果があると信じています。ヤイドでは斬新を含めて数えきれないほどのルールがあります。これはいわゆる型です。手の位置、体の移り方、足の向き方などなど決まり事のないところがないって言ってもいいぐらいです。そのため稽古を継続しているうちに自然と体意識が高まってきます。例えば座っている時も立っている時もおのずと姿勢がすごく気になります。まっすぐな姿勢は周りにきれいな印象を与えるだけではなく強くて素直なイメージがあると思います。私は人の話を聞く時もお辞儀する時もできるだけまっすぐな姿勢を保つように努力しています。しかし正しい姿勢は見た目のためばっかりではありません。理にかなっているからこそ目標とすべきです。というのは背中をまっすぐにした方が腹に力が入ります。ヤイドでは腹をうまく使っている人こそが達人です。腹が座っている人は冷静に行動ができます。普通の武道の言葉に言い換えますと平常心を保つ人と言います。私は日本にいた間ヤイドの大会に出たり大勢の人の前で教えることによってわずかながら平常心がついてきたと自負しています。これも仕事で応用することができました。日本での最後の仕事が新聞記者でしたが有名人にインタビューしたとき彼らに圧倒されないように冷静な気持ちが不可欠でした。それでも例えば歌舞伎役者の市川團十郎やダライ・ラーマにインタビューしたときやはり汗をかいてしまいました。まだ修行は足りませんね。この時のインタビューの場が私にとっての道場でした。そうです、道場は武道の道場とは限りません。禅では直心これ道場ということわざがあります。素直な心を持てば自分でもどこでもが自分の道場になります。ご清聴ありがとうございました。具体的に言いますと宮本武蔵について一番最初は宮本武蔵についての小説吉川英治の武蔵という小説を読んでそれで惚れ込んだんですね。その後に五人の書を読んだんですが、そうですね、自分で自分を鍛える、あんまりあの人は、ご存知だと思うんですけど他の人死を求めず他の人に頼らずに生きてきた、それはすごく魅力的だと思ったんですね。それで居合抜きに出会って、はい、ますますそういう雰囲気になっていったわけですね。はい、でお仕事と結びつけるという話でしたけども、ええ、今フリーランスでお仕事なさってらっしゃる。そうです。そして例えば剣道とか居合道の武道の精神というのは、はいはい、フリーランスじゃなくて日本の企業でも通じるものだと思いますか。企業団体、はい、みんな共同で仕事してますよね。そうですね。個人じゃなくて。そうです。通じると思いますか。はい。要するにフリーランスじゃなくて皆さんも剣道とか武道で、勉強したものが、はい、いわゆる企業の中で通じると思いますか。はい、ええ、個人のフリーランスじゃなくて会社としてその通りだと思います。どういうふうに通じると思いますか。まあ、同じように道場は人の集まりですから
道場ではそのいろんな人間関係ももちろんありますし、それで道場が会社と同じようにこう同じ目的、まあ、個人的なね、その道場の中ではそういう目的はあるんですけど、健康のためとかその精神統一のためとか、でも会社の場合はやっぱりやはりこう皆さんは同じ方向に向いてるはずですから、八重堂も最終的にその技を後世に残すのが使命ですね。だから同じそこのところはみんな同じ方向に向いてるはずです。あの例えばじゃあイギリスの企業と日本の企業を比べた場合に、はい、日本の企業っていうのはやはり武道の影響があると思いますか？ごめんなさい、日本の企業ですか？企業はそういったいわゆる武道の影響というか、はい、あの心構えというか、さっき一期一会とかあのいろいろありましたけども、そういう雰囲気が日本の企業にはあると思いますか？そういう多少あると思うんですが、あの皆さんはあんまり日本人ですからあんまりそういうのを意識してないと思うんですね。私の場合はそう外からこう入ってきたので、それでそういうのを、まあ、大人になってから巡り合ったので、その意識の度合いが違うと思うんですね。あの例えば今あのお仕事は翻訳なさってらっしゃる？翻訳とか、まあ、いろいろやってます。はい、あのそれはやっぱりあれですか、あのさっきおっしゃってたあの斬新というか変えてみるとか、そういうことはやっぱり役に立ってると思いますか？はい、何回も助かる。あのそこであのやはりこうこれが終わったと思うと、まあ、人間ですからミスは誰でもありますから、あの翻訳は特にこう、まあ、日本語から英語に直してるんですが、こう何回もこうチェック、微妙に日本語の微妙な表現を英語の微妙な日本語英語にするのは難しいですね。何回も何回もそういう斬新を繰り返しやってます。それはやっぱり居合道が影響すると思いますか？あると思いますよ。あの何でも生活、まあ、そこで少ししか話できなかったんですけど、もう私の生活のずっと中でその技自体をやらなくても、刀は今持ってないんですけど、その内面的な哲学っていいますか、それはずっとあの生かせていると思うんですね。今居合道何段なんですか？今7段です。7段ですか？はい。これからもやっていきますか、ずっと？はい。これからもずっと続けていくつもりですか？はい、死ぬまでですね。どうもありがとうございました。いえ、ありがとうございました。